茅野のしげとしげ15年8月6日は、江戸時代中期の武士、旗本大島家の家老、通称は七郎左衛門。寛永6年、五千国の旗本、大島家の家臣、茅野のひへの子として、摂津国という高軍、茅野のに生まれる。兄、重げの養子に入って、茅野家の家督を継ぎ、主家の美濃の旗本大島義金、大島義也不死に家老として仕えた。 大島市の所領である倉橋省の大官を務めていた。茂都市の三男、茂真は主君の大島吉金の推挙により、同じ山が祖皇の門下として、親しくしていた阿公藩主、浅野長則に仕えた。しかし、阿公藩は長則が、キラ吉中への伝中人情に及んだため会役となった。茂曽はその時の江戸からの旧市として、阿公へ派遣され、そのまま、 大石義雄派となり、新聞結板の名役にもなお、連ねた。阿光城会場後、茅野号の実家に身を寄せた重金に対し、大島義家は、大島家への再主官を認め、重としも主官を進めた。しかし、重金が断ったため、仇打ちするつもりではないかと疑うようになり、一党から抜けるよう重金に命じた。元禄15年1月、重金は、 ただたかの間で苦悩した末自陣すると、その後を追うように重俊氏も同年8月6日に死去した。去年74。家督は長男、茅野の道が継いだ。ありがとうございます。